生活を続けてきました藤川。今度は中島、149キロ。藤川も中島も海を渡ってメジャーでの戦いの場移した時もありました。148キロ。ただひたすらに腕を振り続けた藤川球児、見納めのマウンドです。もう 18.44m でストレートしかないっていう空間ですよね。そうです ね、はい。打倒ジャイアンツに執念を燃やした若き日、悔しいことばかりだったと聞きます。そして磨き上げたこのストレート、バットに当たります。148キロ。笑ってます。両軍ベンチが、そして2万人を超えるファンが目に焼き付けます。抜いた。さすがの藤川もかけずか、ちょっと抑えが効きません。そうですね、はい。三振も僕いいんですけども、はい、フォアボールを出して、はい、巨人の4番と勝負をして終わるという。なるほど、若き4番ですよね、はい、確かにそうなんです。この後に岡本が控えているんです。密かにそうならないから、はい、重信今ちょっと浮き気味ですね。そうですね、はい、相当力入れてますので、今が11球目、9回2アウト、見納め藤川球児のマウンド。まだ裏の攻撃があるんですが、あと1人コールの甲子園球場を打ち上げた重信、セカンドフライで3アウト。藤川球児、こだわり抜いたストレート、直球勝負で現役最終登板を終えました。サンズがお尻を叩く、球児が白い歯をこぼして、そしてベンチに帰ってくる。球児、球児、甲子園球場の大合唱です。